実際に経験した話なんだけど、あまりにも有名になりすぎて、当時の2ちゃんとかでスレッドとかにも上がったの。その場にいた人で2チャンネラーとかがいたんだろうね。スレッド上がって語り継がれてるっていう話を、俺その場にいたの。俺が勤めていた前の病院でね、高齢の男性が倒れたって救急搬送があった。俺はその時は別の病棟にいたんだけど、救急隊から受け入れた時には、その高齢の男性の方は心肺停止の状態だった。心臓が止まっちゃってますねっていう状態でもう運ばれてきて、いろんな方法を使ってさ、救命処置を試みるんだけど、結果としてはね、ダメで、心臓も止まっちゃってるしね、ああもうダメなんだろうなーっていう空気が流れてたらしいの。でそのあたりで俺も別のヘルプで1階に合流して、一緒に付き添いで救急車に同乗していた高齢の奥さんが、旦那さん対応しているそのスタッフさんたち語り始めた。あなたはね、私がいないと本当に何もできない人だったよね。つも脱ぎっぱなしだし、食器もどこにあるかもわからない、お茶を入れようとしてもまともにできない、ご飯もいつも私がやっていたよねって話しかけてた。でもね、いつも主人はお茶ぐらい自分で入れれる、飯ぐらい自分でできる、何でも自分でやろうとする、そういう人なんだよ。面白いでしょ。周りの人と明るい声で話してたんだけど、よくよく見るとさ、奥さんボロボロに泣いてるの。めちゃめちゃ笑顔だったんだよね。だけどすごく泣いてた。自分が愛してきたさ、長年連れ添った人の最後を今見取ろうとしていて、心が追いついてなかったんだろうね。救命処置もう終わりかなっていう時に、奥さんが悟ったんだって。ああ終わるのかなみたいな。手のかかる子供もいなくなって、あなたまでいなくなったら本当に暇になっちゃうよ、私がボケても知らないからね、旦那さんの足を撫でながら話しかけてた。やっぱりね、そういう場面って結構あるんだけど、何回経験してもその空気にはなれないんだよね、やっぱり、うん、なんて声かけたらベストなのか未だに答えがわからない。そういう場合はだいたい傾聴して過ごすんだけどさ、その時奥さんがね、最後に私が心臓マッサージしていいかしらってスタッフに言ったの。その時がおじいちゃんとおばあちゃんの最後の別れのコミュニケーションなんだなーって思って、対応していた先生もいいですよ交代しましょうってそっと場をこう開けた。最後は私がしてあげるねって奥さんが心臓マッサージを始めたのね。本来の心臓マッサージは骨が折れるほどの圧をかけてやるものなのね。本来は奥さんマッサージは本当に優しいマッサージだった。力が弱いとかじゃなくて、奥さんの優しさとさ、今まで寄り添ってきた思い、気持ちを乗せたような綺麗な心臓マッサージをやってた。心臓マッサージしながら、あなたは昔から仕事もなかなか行きたくない、私が背中を押して仕事に行かせてたよ、最後の最後では私が心臓まで押してあげないといけないなんて手間のかかる人ねって語りかけてた。みんなその光景を見守っていたら、旦那さんの指がかすかに動いた。みんな驚いて急いでスタッフと交代して処置を継続して、旦那さんね、なんと目を覚ましたんだよ。奥さんも号泣、ヘルプできてたはずの俺まで大泣きだよね。ボロボロ泣いて、みんなでよかったねおじいちゃん大丈夫そうだよって言って話しかけたらさ、おばあちゃんだよ、ほんと高齢の、うんうんってもう子供みたいな笑顔で喜んでたの。容態が落ち着くまでは話もできない状態だったんだけど、しばらくして安定したことで旦那さんと奥さんが話せるようになった。俺ももうその時は自分の病棟に戻ってたけど、その話聞いて駆けつけたんだよ。話せるようになったんだと思って本当に嬉しくなっちゃって、俺たちが行ったらまだ奥さん部屋の前でおじいちゃんを待ってた。一緒に俺らも待って、旦那さんがさ出てきたの。しばらくは絶対安静だから今から帰れるってわけじゃないけど、この時の会話がね、今でも頭から離れない。あなた本当に手間かけさせないでよ。奥さんが笑いかけたらね、うるさい、お前の手を借りなくても心臓ぐらい自分で動かせる、今までさお茶ぐらい自分で入れれる、飯ぐらい自分で入れれる、最後の最後にはさお前の手借りなくても心臓ぐらい自分で動かせるっていう小粋なおじいちゃんよね。最後の最後まで意地っ張りな亭主関白な旦那さんだったけどさ、いや最後にね夫婦愛を見せられたよね。今の若い子たちでは考えられないと思うよ、そんな亭主関白な旦那さん。けどさ、裏では入院中に俺のことは鼻から飯食わせてでもあいつよりも一日でもいいから長生きさせてくれ、あいつは俺が見とる、最後まで女を守るのが男の一番の仕事やけんねってずっとのろけてたの。仕事は若い時行きたくなかったんでしょ、奥さんから聞いてますよって笑いながら聞いたらさ、旦那のケツ叩くのは嫁の仕事やからって笑いながら言っててさ、ちゃんと栄養もとって安静にしてたら自宅に帰れるまで回復したんだよ。普通はそのまま老人ホーム行ったりとかいろいろあるんだけど、そのまま自宅まで帰れるぐらい回復したの、うん、その時点でもすごい、ね、でその後からもね、何回もお礼に来てくれたり差し入れ持ってきたりとか、夫婦で病院に通ってくれてた。差し入れとかいいですよって言っても、これも家を出る口実なの、リハビリみたいなものなのよ。素敵に笑う奥さんがいてさ、後ろでめっちゃ小声でいい女だろって九州男児のかっこよさを見せてもらったよね。病院の後は近くの温泉に行って二人で岩盤浴して楽しんだりとかがルーティーンだよって言っててさ、とっても素敵な夫婦だなって思ったし、こんな愛情に溢れた夫婦になりたいなって、命って大事なんだなってそう思えるお話でした。